それでは開会の言葉を第31回伊佐市神楽大会実行委員会副実行委員長の及川明が申し述べます。おはようございます。地域の団体との交流を通して、お互いの地域文化に理解を深めることも、今大会の
会、地区を挙げて大会を盛り上げていただいております柳川振興会長和光文明様より歓迎の言葉を頂戴いたします。よろしくお願いします。歓迎の言葉ということでございますけれども、今日お客さんとして見に来られた皆様の方へのお歓迎、そしてご出演をいただく多くの団体の皆様へのご歓迎という意味で一言申し上げたいと思います。おかげらも芸能というふうにこう言われますけども、私はおかげらは芸能よりも昔から伝わってきているものだというふうに思います。天照大神の時代からのことがこの岡村には表されておりますし、あと他には柳川にも江田市のいろんなところにも獅子の森とか県会とかそういうのがありますが、それとも一口にはできない、岡村にはこう崇高な神聖のものが現れているというふうに思っております。ぜひともこの継承されてきている、連覇されている皆様方の舞をとくとも楽しんでいただきたいというふうに思います。今日はおめでとうございます。本日は本当にありがとうございました。はい、ご清聴ありがとうございました。